アナケナ。どうも皆さん、アナケナです。トークンです。ということで、北上の里、緑の仮面、続きやっていきましょう。で、これ、頭ぶっ刺すの頭がね、なんとダー君の手がアナケナの頭にめり込んでる。え、こうなってますで、今、緑の仮面を直すためにパーツをゲットします。はい、修理してたね。それのとこを教えていきます。それは、めっちゃ遠いです。めっちゃ遠いです。これだね。ここです。テラス池。ここです。テラス池。でも私たち2人でね、この緑の仮面をプレイしてますが、こうやって2人並んでできるのが楽しいよね。うん、そうです。じゃあ行きましょう。じゃあ兄貴についていきます。レッツゴー、歌くん。レッツゴー。 OK。 さあ、じゃあここね、この山をガンガン登るとかなり近道みたいだけど、行っちゃいますか今日は。行きません。行きません登ってみる。でも行ってみたいよ。行ってみようか。やっぱりすごくないこれ。登り切ったら行けるのか。行くにはミライドン、コライドン、行けるでしょうか。すごいぞめっちゃ急だね。鬼ヶ山に現在登っていきます。そしてこの北上の里にはね、また見たことないポケモンがいるから楽しいよね。どこに、あ、アイテムがあったぞ。アイテムあった。どこにあった。ダク、ここにあった。オッケー、これいいよ。技マシン怒りの前歯。道なりに行きます。レッツゴー。ポケモンにね、気をつけてね。そうだね。で、僕、ガブリアスを進化させました。ガバイトを進化させてガブリアスにしました。普通今日ガブリアスを手に入れたのは初めてだった。初めてです。嬉しかったです。ダークはね、ミライドン、スカーレット、バイオレットが初めてのポケモンになります。そうです。こうやって一緒になんかやってる感じでもできるんで、サークルを組んで一緒にやれば、あ、わかんないとき道に迷ったっていうのがなくなるんで、いいかもしれないかも。こっちこっちみたいな感じでね。うん、あー、もう道が迷っちゃったってなって、楽しいよね。うん、一緒にできるって感じだ。さあこっちだよ。こっちはね、アイテムがね、本当にもう無限に落ちてるから、どこに行ってもどうしても拾いたくなっちゃうどこに行ってもどこに行っても落ちてるからね。もう多分拾うしかない。取っても何回も何回も拾えるようになってるから。え、どこですか。めっちゃ上に行ってる。めっちゃ上に行ってる。アネキラの近くに来たぞ。多分ここが、そうだね、場所だ。あれだ。うん、あれだ。来たぞ、ダーク。あれが材料だ。行こう。どうやって拾うかも知らん。テラス池だ。テラス池。なんかこっちから来ちゃったけどね。うん、後ろから。普通あっちから行く。普通あっちからだろうね。あの赤い方からでしょう。目的地到着しました。お、いた。ゼユさんがいる。ゼユさん。ここで当てたみたいだね。では話を聞いてみよう。来ましたよ。ここはテラス池だって。テラス池。まあなんでこの池が光ってるかっていうのは不思議らしいぞ。しかし死んだ人にも会えるかもしれないっていう変な噂もあるんだって。え、死んだ人。すごいね。で、お目を直すための結晶。結晶を取るために池に飛び込めだって。飛び込む。はい。ゼユさんは泳げないんだって。コロ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 。わわ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 。でも行こうと思ったけど地震ですけど。何これ。虫ポケモンみたいなのが出てくるとか。出てきた。これはラプラスだ。ミロカロスじゃない。これミロカロス。これと戦うの。まさかの虫系。虫系。まさかポケモンバトルになるとは。よし、まあゼイさんがいてよかったって言ってるよ。まあとりあえずやってみよう。モルピコも一緒だ。よし、とりあえずゼイさんと一緒に倒すんだ。あ、倒した。一発で倒しました。すごい、ダークンのガブリアス一発で倒した。オッケー、こっちも倒しました。さあ、びっくりしたところでさっきみたいなのがたまに出てくるんだって。ただね、アナケナとダークンがいたんで頼もしかったって。これだ。これさえあれば治るんですよね、ゼイさん。オッケー、化粧のかけら、これだ。意外と簡単に手に入ったね。うん、お、先生。これ、最初に先生だよ、先生。先生だ。どうしたんですか。で、ゼユさんはあんまりここには地元の人以外入ってほしくないんだって。まあでも一応ね、許可もらってこのブライヤー先生は来たんだって。で、ブライヤー先生はなんか調査してるみたい、この池を。ここにはなんかテラスタルエネルギーと同じ力があるんじゃないかと。で、パルデア以外でもこのテラスタル現象を安定化できるかもしれないと。まあとりあえずね、ゼユさんは急いでるんで
行こうって。じゃあ最初のところに行こうか。お家に向かおう。じゃあお家に戻るんで。どこですかお家。さあアイテムゲットしたんで、でゼユさんの家に行こう。行こう。ゼユさんの家ここに近いね。ここから近いからね。うん、おじいちゃん取ってきましたって。お兄様のお面をスグリが持ってっちゃった。あらら、鬼のこと喋ったの？いや喋ってないよ。となると、なんだよ、修理できないんで。でスグリ君はトモッコプラザに行ったらしい。よし、とりあえず追いかけよう。あそこだな、うん、何かポケモンバトルの匂いがするな。そうだな。トモッコプラザは、うん、空飛ぶで行けるから。そうだね、すぐ行けるよ。よし到着。トモッコプラザ一瞬で来れたから、うん、それはいいんだけど、スグリ君がどっかにいるはずだ。なんで持ってっちゃうかな。あ、いた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 、いたよダー君。うん、行こう。早いね、行くの早いねダー君。すっ飛んでったよスグリ君。スグリ君、アナケナとダー君が来たよ。アナケナ、ダー君、何してるんだよ。二人は知ってるよな、お兄様が本当は悪くないこと。あー知ってる、悪いのはトモッコだよ。要するに話を聞いてたんだよね。仲間外れにされたのが悔しかったんで。昔の村の人と一緒のことしてるって。そういうつもりじゃなかったんですけど。いやちょっとやばい、スグリ君が、あ、暴走してる。なんか勝負しろだって。なんでだ。そしたらお面を返す。だから勝負しろよ。そりゃいいけど、何回も勝負してるしね。うん、いつも勝負してるけど負けるよ。負ける気がしないですけど。いや全力、いつも全力です。大丈夫です、行くぜザー君。まずはスグリ君を倒そう。ガブリアスが一発で倒そう。ポケモンバトルで倒そう。さあ今日はしっかりしてるね。いやいつも通りのポケモンだね。もう今日は勝てるね。ファイアロードぜこっち。効果抜群だぜ。はい、オッケー、効果抜群。何でもいける。ほら噛みつくで一発。いやガブリアス強いぞ。新しく覚えたらなぜで噛みつくで一発だ。それではインパイとかに強いよね。インパイ強い。誰が来るんだ。おお、ニューロッド。何回やっても勝ちますよ。倒した、倒した。こっちも倒したぞ。アナケナとダークには勝てなかったみたいだね。勝てなかったね。返してくれるかな、スグリ君。うわスグリ君どうしたんだい、暴走してるよ本当に。え、どうしたの。いやパンチしちゃダメですよ。そんなパンチ痛いよそりゃ。大丈夫かいスグリ君。おお、とりあえず緑の面、仮面は返してくれたよ。なんで盗んだ。あー、どっか行っちゃったよ。なんで盗んだんだね。だから僕たちが嘘ついてたから。まあいつもあんな子じゃないんだけど、まあそれは大体わかるんだけど、うん、なんか おかしくないって思ってるんだよな。やっぱり嘘ついたのが一番嫌だったんだと思うよ。おい、何今のガタガタ。トモッコだよ。え、もしかして、もしかしてあれで復活するの、トモッコポケモン。うわー、爆発した。ありえるそんなこと。どういうこと、なんで、なんで昔のポケモンじゃないのこれ。復活したよ。どういうことですか、これ倒せる気ないんだけど。トモッコ復活、かっこいいね。かっこいいね。欲しいね。いやめっちゃいい、かっこいいね。うん、あ、2人だけ欲しいわ。え、いやめっちゃ驚いてる。ヌンダフル、マシキャだ。マシキャ、キチチチチチチ、なんなんだよ本当に。なんかひそひそ話してるぞ。どういうことだ。おお、バトルか。いやいや、どっか行っちゃったよ。どこに行くんだよトモッコ。てか復活したぞ。え、バラバラになった。じゃあ捕まえれるようになったってこと。一体どういうことだろうね。トモッコだよねあれは。トモッコだよね。3匹いたし悪い顔してたし、だってなんで生き返ったんだろう。だってそりゃそうだよ。うん。
僕にも知りたいわ。とりあえずなんか北上センターの方に行ったみたいだから、北上センターの方に行こう。なんかやばいことになってるって言ってる。空飛ぶで一瞬で行こう。そうだね、うん、お面を取りに来たのか。確かにここにお面があるのか。おやいや、お面かぶってる、うらやましい。え、祭りの人いる。え、帰るんじゃない。お面屋さんいるよ。帰る帰る。おお帰るぞ。鬼や、鬼の面がこれで、このいいね犬の面で、マシマシラ、キチ、キギス、他にもある、イーブイで、ピカチュウ。早速やか、鬼にしようぜ。ダークは鬼の面がね、すごい欲しがってたんで、キャプテンピカチュウに憧れるんで。僕は鬼がどうしても欲しかったやつです。待ちきれないぐらい鬼が欲しいって言ってたから。早速かぶるにしたね。ほらおりゃー、鬼だぞ鬼だぞ。鬼のダークになりました。なんて前は買えなかったんだろう。せっかくなんで、あの写真撮ろっか。オッケー。おー、いいねダークン、かっこいい。後ろのお面の人入れながら写真をカチッ。え、文字も入るのこれ。いや、祭りってさ、ずっとやってんだね。うん、まあとりあえずじゃあトモコを追いかけよう。悪いことしたら大変なことになるよ。うん、行こうダークン。いや、鬼、あ、なんかあそこで喋ってる。すいません、こっちにトモコポケモン来てませんか。来るのがちょっと遅かったって言われた。トモッコ来なかったって、何を言ってるんだかみたいな感じになってる。違う、トモッコが北上センターから輝くお面を持っていった。いやー、許せない、許せない。でトモッコだったから、どうぞどうぞってお渡しした。そりゃそうなるわな。スパイスも北上の餅もめっちゃパワーアップしてるな。え、絶対これ強くなってるさい。この人たちはもうトモッコでワハハってなってるけど、こっちはそれどころじゃないんですけど。うーん、そっちこそじゃない。歴史が正しければ、オーガポンを復讐しに行ったんだと思う。だってお面の力で戦うってことは、オーガポンも負けるかもしれない。助けに行こうダーク。うん、え、誰を助けに行くんだ。オーガポン。あ、そう、オーガポンって鬼だ。鬼か。オーガポンを助けに今からトモッコを倒しに行くと、そういう感じです。さっきの穴だ。これここに行くんだ。あげについていく。ね、もうこの山を一気に登っていけば、え、どれ着くみたいだから。え、あ、この山。うん、鬼が山。鬼が山、まあ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 、鬼が山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 だ、鬼が山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 、あー、ぶつかっちゃったよ。さあ、オーガポン、あ、いた、トモッコいる。オーガポンがいじめられてる。やめろやめろ。うわ、めっちゃいじめてるな。ルンダフルとか言ってる。かわいそう。ガオ。オーガポンの顔めっちゃ見れました。めっちゃかわいい。なんかあれみたいだね。アイドル。アイドル。アイドルだね。メガ。メガアイドルだね。アイドルだ。やめろ。トモコたち。やっぱ悪いポケモンだったんだな。いやいやいや、いじめてた。でもあっちほら。お面がないから。トモッコたちがお面を持ってるんじゃないの？別のお面。まずは君ですね。絶対強いよ。おお。さあ、いきなりバトルに。バトル。いきなりバトル。マシッキャー。さあ行こう。マシマシだ。30だね。そんな強くない。うん、そうだね。しかしこのトモコのポケモンもいつかゲットできるのかな。そうだよ。ぜひゲットしたい。倒したいポケモン。オッケー。さすがに弱いぞ。え、これ全員戦うのか。そうだね。終わった。終わりましたよ。終わりか。終わりか。え、めっちゃバタンって倒れたけど。大丈夫大丈夫。あ、大丈夫だったよかった。大丈夫だったよかった。マッシマッシ。おっとっと、あと2人も来るかい。こら、あんたらとゼイさん来たい。おお、すぐり君もいる。すぐり君もいる。え、全員3対1。さあどうする。めっちゃ怖いんですけど。あ、ちょっとなんかさすがにごめんみたいな。あ、逃げてった。まあね、
ビビって逃げていったっていうことで。で、すぐり君は怒っちゃってごめんだって。いいよ。で、ありがとうって。まあ連れてきてよかったって。おっ、オーガポンが喜んでる。これが本当の鬼様、可愛いなってことだね。じゃあね、お面を返してあげよう。鬼様、これがガオ、ガガオ怖がってるみたい。誰が？スグリ君のこと。ああ、だから俺たちが返してあげたらって。そうだね、俺たちお面かぶってるしね。そうだね。俺はピカチュウだ。俺は鬼だ。仲間だな。おお、なんかそっちの方がしっくりくるね。残りの3つのお面もオーガポンに返してあげたいって。オーガポンって、だからそれがね、持ってかれたから。オーガポンって鬼？鬼の子、これがオーガポンね。まあもともとこの子のお面だからね。うん、そうだね。トモクが襲ってくるかもしれないから、オーガポンを守りつつお面を取り戻すということで、3人でお面取り戻したいになりました。うん、賛成賛成。では俺たちが副リーダー、2番目のリーダーだって。あ、オーガポンがねついてくるようになった。やったー、ほら後ろにいる。やったー、わお。トモッコたちがどこに行ったかを情報を集めると。僕たちが守ってあげるから大丈夫だよ。いやいいね。うん、行こうぜ。お、寝てる。あ、寝ちゃったよ。ということでオーガポンがなんと仲間になりました。やっぱトモッコが悪いやつっていうのがもうこれで明確にしっかり分かったんで、うん、トモッコからお面を取り返しに行きたいと思います。イエーイ。あ、なんか喜んでる。それではアナケナとダー君が2人でやってるゼロの秘宝、面白かったらチャンネル登録もグッドボタンもよろしく。アナケナファミリー、他にもたくさん動画があるんで、ぜひ見てください。それじゃあ次回の動画でまた会おう。バイバイ。僕の動画もありからね、いっぱい。